こんにちは、かげまるです。今日はかげまるチャンネルうずしおオフ会なんですけれども、カローラスポーツ6速マニュアル車参加いただいて、ちょっと試乗させてくださいって言ったら心よく OK いただきましたので、ちょっと今からカローラスポーツ6速 MT、試乗レビューやらせていただきますので、よかったら一緒に見てください。では、初カローラスポーツ6速マニュアル車運転させていただきます。お願いします。ですね、めっちゃいい音しますね、HKS。 そう、HKS 結構音は良くて、だいぶショートストロークですね。こう、そうですね、横がね、一番位置の上がバックレで、サイドはここで下ろすって感じですね。電動なんですね、はい、そうなんですよ。いや、出発いたします。はい、お願いします。アスラチカル、そうですね、クラッチはもうむちゃくちゃ多分軽いと思います。このあれはショートストローク感があるかなと思ったけど、こう縦は、あ、そうだ、ね、結構ガッチャンっていく感じで、長いですね。これ結構ね、2000回転ぐらいじゃないとなんかブーストが効いてこないような仕様になってるみたいですね。そうなんですね。でもここまで走らせてるところでは 1.2 リッター感はないですね。なんか、あ、そうですね、 1.5 ぐらいはある感じのあれですよね。アナログメーターなんですけど、デジタルチップです。あ、そうです、実はデジタルなんですよ。どこを見たらいいのかなみたいな一応前にもあのポワンって浮かび上がってて、あ、そうなんですね。あ、ほんまほんま、あ、ヘッドアップディスプレイですね。そうですよ。あ、でもね、なかなか軽快ですね。普通にね、街乗りする分にはかなり剛性がね、だいぶいいですね。あ、剛性は結構、ね、高いですね。そうそう、いろいろついててマニュアル車でも競技のね、安全技術、うん、でもめっちゃ運転しやすいです。いい感じですね。いや、これは剛性高いわ。でも乗り心地はいいですね、かなり。やっぱりそうですね、カローラツーリングもさせてもらった時に似た乗り心地の良さですね。そうですね、あの、一応プラットフォームとかベースは全部一緒になってるので、ね、はい、あ、よかったらスポーツモードも試してみますか。あ、ありがとうございます。スポーツモードです、はい、スポーツモードにすると、はい、あの、回転合わせを自動でしてくれるようになるんで、ブイペングを、あ、そうですね、多分アクセルのレスポンス全然変わると思います。そうそうそう、これ自動で合わせてくれる。合わせてくれます。あ、ほんまや。そうそう、ちょっと2とかはね、なんか、うん、あの、楽しい、あれなんですけど、そう、結構合わせてくれますね。そう、あ、ほんまや。これは楽ですね。そうなんですよ。あ、これは楽しいわ、この車は。気持ちスポーツモード入れたらマフラーの音もね、なんかちょっと変わりますね。ねえ。ああ、ほんまそう。自動グリッピングですね。強いて言うなら、この加速の状態で、はい、あの、自動グリッピング消せたらまた逆に、そうですね、ちょっと自動でやん、自分でやるのもね、そうですね、楽しいし。はい、そうです ね, ね。
なぜ乗り心地がいいですか。あ、乗り心地はすごいいいと思います。ありがとうございます。これ今スポーツになってるんですけど、はいはい、モードをコンフォートにしたら、はい、あの 足回りもなんかこう乗り心地良くなる性能に。そうなんですよ。ここで変わるんですね。そうなんですよ。今ちょっとふにゃふにゃっていう感じになってます。自動で変わるんですね。なんか足回りも変わるようになってて、減衰とかが。これはいいですね。ありがとうございました。はい、で引いてもらったら、はい、あ、OK ですね。OK です。はい。初、カローラスポーツ 1.2 リッターターボをマニュアル車乗させてもらいました。めちゃめちゃいいですね。乗り心地抜群で、排気量で言ったら、NA の 1.6 あるんちゃうかなぐらいパワフルな感じの走りしてくれました。で、マニュアル操作なんですけども、とてもやりやすくて、めちゃめちゃ運転楽しいです。ありがとうございました。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。